吉田さんやっぱね負けちゃダメですね利根川の言ってることは正しいですよ。あの悪党のはずなんですけども真っななことを言ってるだけなんですよねじゃあこれを分析するとどういうことになるかっていうとあの真っ当なことを言って落ちこぼれる人が結構いるんでその落ちこぼれる人のためにいろんな優しい言葉が用意されていてどっちかっていうと多くの人は勝敗を無視してそっちの方が好きなんですよね。 だから勝てるわけないですよね。だって勝敗じゃないとかね。結果じゃない。あの家庭が大事なんだとか言って。家庭は大事だけども、それはね。結果に勝る家庭を作った人だけが。家庭が大事と言えるんじゃないかなと思うんですよ。結果も出せないし、大した家庭も踏んでないのに、家庭が大事じゃんみたいな形でね。曖昧なことに逃げてるんじゃないですか。いや、自分なりに頑張ったんですけどとか言ってね。でも。 自分なりに頑張ったが通じるんだったらね、じゃあネットビジネスの情報商材を30万で買いました。で、コンテンツを提供している人が自分なりに頑張ったんですけどとか言ってね、対して動画も送ってこないし、めちゃくちゃな内容だしっていうので許されますかね。金返せって話になるでしょう結局。だから自分なりに頑張ったって言って肯定されるのは、その自称頑張った人の身内だけなんですよ。金を払った方とか信頼した方からすると、 お前頑張ったから済むと思うなよとこれどうしてくれるんだよ訴訟だみたいなことになるわけですよね、まあ、つまり人っていうのはある程度人を信頼してねお金を出したりとか人間関係を持つはずなんですよでそこに善意が働く余地もあるんだけどもあのそれに甘えてですね自分なりに頑張ったとか努力したんだけど結果が出ませんでしたごめんなさいと結局は約束を破ることになっちゃってすいませんとかねとんでもないことなんですよこれ実はね こういうのを詐欺師って呼ぶんですよこういうい人がいなくなった方が私はいいと思いますけども現実ほとんどの人がそういう人ばっかりなんでそういう人の論調がやっぱり主導権を握るんですよね。で真っ当なことを言ったら悪人に見えるんですよ利根川じゃないですけども勝たなきゃダメって当たり前じゃないですか競争があるところでね負けてもいいんだったら競争にならないじゃないですか全ての人は厳しい転院をくぐり抜けて今の椅子に座ってるんですよね。で 恵まれない椅子に座って,てるとしたら、座ってるとしたら、落ちこぼれて、その残された椅子にストンと座ってるだけなんですよ。でも、安心はできません。上の方で力がない人が落ちぶれてきたら、あなたの今座ってるその椅子すら奪われるんですよ。だから、ずるずると、年収300万時代から200万、100万ってなるわけでしょ。で、確かにね、世の中お金じゃないんですよ。それは私も同意します。世の中お金じゃないんだけども、現実どうですか どうしてて私たちは生きてるんですか。水道代を払ってるからでしょ電気代払ってるからでしょ飯代払ってるからでしょ世の中お金じゃないって言うんだったらお金を全く持たずに暮らしてみてくださいって話になるんですよ。である程度のお金は必要だよねっていうそのある程度の金額にみんな違いがあるんですよ。まあ私はやっぱりね月に100万のある程度のお金でないと自分の家族が守れないし将来もやっぱ安定しないと思ってるんですよ。 一つの指標として100万ですよ実際に100万稼いでない月だって別にあるわけですよでもそういう時だからこそあ 100, 100万出なかったなと反省するし200万300万稼いだ時っていうのはなんで普段100万みたいな低いレベルで俺は満足したのかなってやっぱり反省するんですよねだから人と張り合うためのプライドは持ちませんけども自分の内側に対して戦うための鼓舞するためのプライドは持っていようかなと思いますよね だからまあ吉田さんとの動画のやり取りもはっきり言って決められたルールはないですしちょっと返信遅いんじゃないのって煽ることは全くないですそういうもんではないんですよ勝敗は自分で決めていっていつも分が悪いなと思いながら自分にできることはないかなとかもっともっといい動画は作れないかなと少し感じながらでもそこまでギツギツにやらないと、うん、で継続することを振り返ってみたらこんなに続いていたんだなとであと感謝ですよねこれもキャッチボールが続かないんですよほとんどの人とは。 ここっっちはいくらら送っても向こうから来なくななるんですよね、うん、なぜか YouTube で儲けたいって思って絡んでくる人が先に挫折するんですよ。でたくさんの人とやり取りをしている私が生き残るんですよ。ねうん、そういうことを見ても勝たなきゃダメなんですよで。負けた人の声なんてあんまり聞いてもらえないですよ。やっぱり孫正義さんっていうのは通信業界で上り詰めて投資の世界にいるあれだけのビッグネームだから 孫さんの動画を見よううかなと思うわけでしょじゃあねどこに行ってもうだつが上がらずに圧倒的に負けたわけでもなく全く目立たなかった人の言うことを一生懸命時間使って聞く人っていますかねそもそもそれが誰なのかすら認知されないですよねでも孫さんはいつも光り輝いてますし前澤社長とかねその他有名なお金持ちって結構いるでしょイーロン・マスクさんとかでもその裏でイーロン・マスクになれなかったイーロン・マスクは5万といるわけですよ じゃあそういった人たちが何かの主導権握ってるかって言ったら存在すら知らないですよねだってねあのイチローっていう名選手がいたじゃないですかでもイチローほどではないけども名選手ってまだまだ下にいるわけですよでも知られてないですよねだからイチローになれなかったイチローが20万人いるって言われるんですよ甲子園に出場したらねやっぱ大したもんだと思いますけども決勝戦で地方予選のね決勝戦で辛くも 1>, 1点差で敗れ去ったその相手チーム甲子園には行かなかったけども甲子園に行ったチームとどっちが勝つんだろうっていうデッドヒートを繰り返してその負けた予選で負けたチームは弱いんですかって話ですよね弱くないけど知られてないでしょだからちょっとした風向きでそっちが勝ったかもしれないのに結果として甲子園に行ったチーム甲子園で活躍した選手しか取り上げられないわけですよだって甲子園に行った選手だけでも数を上げたら1000人規模でいるわけですよ でも毎年毎年話題なので一人か二人ですよ。せっかく甲子園に行ったのにほとんどの人は話題にならないんですよ。しかも甲子園は毎年行われているのに、毎年名選手が生まれるかって言ったら、どうですかね今、繁華常ジってどうなってるか知ってることはほとんどいないんじゃないですかね。うん。そのライバルのね、田中なんとかっていう人の方が多分目立ってるんじゃないかなと思いますね。だからどこでね、それが差がつくかわかんないですよね。うん わからないよね。どこでなんでしょうかね。言ってほしい。